みんなに聞こえてんのかな。聞こえてるんでしょ。聞こえてる。Can you can listen? 出るかな。出ないな。いやこれ出ないだろこれ。お出た。お出た。声引く。誰だよ。あすいません。すいません。あお父さんですか。みやびくんのお父さんですか。配信中でして。配信中です。すいません。みやびくんに代わってもらっていいですか。分かってますって言ってる。ちょっと待って、もうちょっとあれもしもし。あの6時半じゃないよ。すいません。誰ですか。誰ですか。いや7時です。ちょっとこれ誰？これみやびですか？寝てました。寝てましたか？知ってますけど。はい、起きます？起きる選択と起きない選択を取れるよ。今起きます。お、来るんだ。すごい。今ジョスさんです。待って挨拶だけして帰って挨拶だけして帰って。あ、いなくなっちゃった。切られたな。切られた。信じられんぐらい声質悪かったな。うん、喉に何も入ってなかったの多分な。一切の水分が感じ取れなかった。起きたね。さすが。いや素晴らしい。さすがですわ。Wake up みやびタイムです。Sleeping Beauty Wake up。皆さんおはようございます。おはようございます。寝てました。おはようございます。少々お待ちください。おはようございます。今日はですね、この帰り道というゲームをやっていきたいと思います。お分かりいただけただろうか。僕は完全に寝起きです。おはようございます。うわああ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 あ、はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、帰り道というゲームをですね、やっていきたいと思います。いやー、ごめんなさい。本当に今日はですね、18時から帰り道あるの分かってたんですけれど、完全にもう寝てましたね。ちょっと、俺これさ、いい人を思いつきました。うん、思いつきました。どちらさんですか？みやびくんとかどう？うわぁ、みやびくんどう？これむずいぞ、それ。みやびくんのこれめちゃくちゃむずいよな。あえて高難易度に突っ込んでいく感じね。そう。まあゲームもできるし、歌も歌ってるから、どっちとも取れそうな。これ俺はね、歌唱かな。おー、そっち行く。歌に行ってみようかな、ちょっと。みやびくんは歌唱のセンスを欲しがると。欲しがるんじゃないかと。じゃあちょっと出るかわかんないですけど。かけてみます。無理かな。ワンちゃん走ってるかもしれん、外。あ、もしもし。なんで？すいません。あれ、はい、すいません、間違えました。すいません。違うね。すいません、間違えましたかもしれないです。はい、花咲みやびさんで会ってますか？あ、はい、会ってます。どういう状況でしょうか？あ、寝てました。救急車呼んだ方がいいですか？大丈夫ですか？あ、寝てたのね、朝。あ、ごめんね、じゃあ起こしてもくね、はい、あ、ごめんごめん。なんでちょっとね、急で申し訳ないんだけど、ちょっとね、みやびくんに聞きたいことがあって、ちょっとどっちかを選んでほしいのよ。どっちか？うん、だからちょっと今から聞くからちょっと答えてね、うん、今から言う方で一つだけ、もう完璧に
磨かれるとしたらどっちがいいかっていう質問なんだけど、歌唱、歌のセンスか、ゲームのセンス。これどっちかが完璧になるんだったらどっちがいいですか、宮城くん。うん。なんだろうな。うわ早い。歌。早い。これ、歌を選んだ理由とかありますか？まあ、その、ゲームはね、ちょっとできるんですよ、僕自分では。ただ、自負があると。そこそこできてる自信はあるから、まあ、歌で歌えたら、りっかさんみたいのにつか、いずるさんみたいに歌えたら楽しいかなみたいな。なるほどなるほど、まあ、今あるゲームのセンスよりはこう自分にもうちょっと欲しいなって思ってる歌唱のセンスってことね。そうです、歌ですかね。なんか楽しそうかなと思って、いろんな終わり終わりだと思う。終わりって思うのか。寝起きに聞く質問じゃないんだよこれ。ありがとうね。これは悪い夢です。悪い夢です。あなたはまだ寝ています。あ、お疲れ様です。おやすみ。おやすみなさい。ありがとうね。本当に夢だと思っちゃいそうだよね。これ、うん、そうだね。なんかあれさっきなんか電話かけたってさっき後で聞いてくれた。完璧寝ぼけてたもんな、うん、あれな。すごい。でも寝ぼけながらも正解でしたねこれは、うん、いやすごいね。やっぱ歌唱のセンス、やっぱ楽しく歌いたいんだ ね、 ね。これちなみになんだけど、ロベル君はどっち、歌唱のセンスかゲームのセンスだったら、うん、どっちかな俺。どっちかって言ったらゲームかな。あ、ゲームなんだ。うん、どっちか。